おっす、くちゃねです。はい、というわけでね、今回は、シンデレラフェスですね。シンデレラフェスの方がですね出ましたのでですね、まあ、こちらのガチャをねこの3人ですね、この3人が出るまで生きていきたいなと思いますが、ちょっと先その前にまずちょっと前置きがちょっと長くなるかもしれないんで、ガチャのとこだけ見せろやボケとか思う人は、何ですか、今ここの画面と詳細の方にその何分からですよっていうのを書いておくので、よかったらそちらから見てください。というわけでね、ちょっと タイトルこのままだとねちょっとタイトル詐欺になっちゃうんで、何ですか、はい、例のやつに移りたいと思います。そう、例のやつ、そう、あれだ、こちらですね。こちらのように、プレゼントボックスに、期限ありじゃない、期限なしですね、期限なしの方の石はこのふうに残してましてですね、こちらの個数を合わせたのがこの数字になります。なので合計で220連ということになります。 OK ですか。はい、ってことでね、先ほどの方で説明した通り、ちょっとプレゼントボックスの方がですね、まあ、あれなんですか、もし今ちょっとアンドロイドなんですけども iOS の方とかに切り替えてしまうと、まあ、消えてしまうんで、プレゼントボックス以外は消えてしまうんで、とりあえずは必要な時以外は使わないっていうことでね、お願いいたします。というわけでシンデレラフェス、前回のシンデレラフェスは、トトキンがその時来てなかったんで、来てなかったんですよ。なので今回はもうトトキンも聞きまして、復刻も聞いたので、何ですか、がっつりね、次はトトキン弾けた、で次トトキン来るとしても来年ということになると思うんで、来年か1年後かなぐらいになると思うんで、次に大事なものがやっぱりこの強化、ユニット強化だと思うんで、この3人の誰かが出るまで弾いていきたいと思います。というわけでまずはねこちらですね、10円チケットの方から弾いていきたいと思います。ではいきます、お願い。そう、3人誰か当たれば終わりますからね、弾けるまで無償席ですから。あれね、まあ行きましょう、無償席。まあ先ほど多分あれ出てると思うんですけど、このちゃんと無償で何個ですよっていうのを出しとくと思うので、お願いいたします。というわけで、はい、まあいいでしょう。はい、持ってないです。地道な練習があるから選手は力を発揮できるんだよね。オッケー、持ってないのはいい、持ってないキャラはとてもありがたい。オッケー、持ってない、全然持ってなければ全然いい。じゃんけんで負けて迎えに来た、そういうことにしておく。よし、まあいいでしょう、まあ、とりあえずね3枚来たから、まあそんなに辛くはない感じかな。はい、ということでね、まあまず最初のチケットの分はこんな感じになりましたね。はい、というわけでちょっと一旦、何ですか、切り替えます。さて参りましょうか。無償席5万個ですが、プレゼントボックスにちょっとあったと思うんで、一応今回が220連ということですね、多分220連かな、あんま覚えてないですけど、引いていきたいと思います。まず最初の50連かなぐらいのペースで、50連ぐらいのペースでいけたらいいなと思っております。では行きましょう。さあ、来い、これはきついんじゃないか。ああ、1枚か、どこどこしちゃうんで、ちょっとうるさいと思うんで、これ飛ばしますね。1枚とかはちょっと飛ばしますわ。トン、ああ、ミリア、オッケー、あ、持ってないからいいですね。なるほど、オッケー。
いやー怖いね。次行きましょうか。一応30連目かな、30連目引いていきたいと思います。さあ頼む頼む、来い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 。届きの時は結構、あー白はちょっと辛いな。とあまた一枠か、飛ばします。いやー一枠ばっか辛いな、これ結構やばいぞ。いやあんまり使いたくないんだよね、そんなに長引かせたくない、長引かせたくないが、ロードが長い、ロードが長いからカットする。はい、ということで、ね、ああ楓さん、そっちの楓さんか、マジかくっそーってなわけでね、ちょっとあの Wi-Fi が突然止まったんで LTLT で俺の命を使ってやりたいと思います。はい、じゃあ次はね、一応1、2、3、40例目かな。でまあ意思的には30例目いきます。来い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 、来てくれ、頼むお願い、頼ます。もう攻めてた、攻めて青枠にして、あまあこみたいなって言いましょうか、もういっか、カットします。長なると嫌なんでね。ポン、あーもうこっちは持ってるけど、あまあまあいいでしょう。いや実質ちょっとまだきついな、これはやばくないか。今で 1,2,3 分からん、今で何年目や、次で40年目かな。まあとりあえず一旦ここまで引こう、もう回数も覚えてないとりあえず一旦ここまで引きましょう。お願いお願い、頼む、来てください、お願いします、頼む、お願いします。うん、来い、来なーい。おーマジかーマジかー。うん、あー結局1枚引きかー、マジかー。一旦ちょっと休憩します。申し訳ない、マジかよ。ちょっとね、ちょっと録画側で不具合がありましてね、7、8、9、10連目か、まあ、そのデータ消えちゃって、なんか SD カードがオーバーとか言いやがってさ、勝手に録画停止したプラス消すっていうさ、わけのわからないことをしやがったんですけど、まあちょっと SSR 来たんですけど、ちょっとまあ目当ての子じゃないんで、まあそのまた続けて引いていきたいと思います。次100連目です。100連目引いてるからね、もう来てよ本当に、もう無理だよ、使い切っちゃうよこのままだと、本当にダメだよ、本当にダメ。ほら1枚しか来ない。さっきまでちょっと録画できないところは、7、8、9 70連、80連だから全部エセリア1枚だったんですよ。ちょっとね、やばいっすね、今回。とりあえずこれ100連目なんで、ちょっと休憩したいと思います。さて、じゃあ続き、110連目かな。もうなんかもう、数もわかんないっす。引いていきましょう。もうマジで頼むよ。お、この労働いいんじゃないか。この労働は神がかってるんじゃないか。かなり読んでたぞ。来い、頼む、来い、よし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 、さあ来い、頼む頼む頼む、今回のキャラ、よし、とりあえず一番高いのを頼んでみました。味のよしよしは俺から、よしよっしゃよっしゃ終わった、よっしゃ来たぞ来たぞ、もういいよ、よしよし、マジか、ちょっと動画の不具合があったからな、マジでな、それさえなければな、結構よかったんやけどな。よっしゃ、幸ご飯来ました。110連かな、多分110連、もう計算も分かん、110連ですね。ちょっと後で石数えて数えますが、110連来ました。まあいいでしょう、全然いいですよ。
ダンスは結構持ってるんで、キラリとかフレデリカとあとミクニャンか持ってるんで、いやーいいですよ、全然ありがとう、ありがたいありがたい。ってなわけでね、ちょっといろいろと不具合がありましてグダグダしちゃったと思いますが、ご視聴ありがとうございました。よかったです、110円でとりあえず来たんで、これでなんとか強くしたいと思います。ありがとうございました。